小学校で一人はいるやつあるある。はい、名前を呼ばれた人は元気よく返事してくださいね。犬馬葵くん。あ、はい。キジ沼トコタくん。はい。サルトビヒロくん。はい、めっちゃ元気です。返事めっちゃ元気マン。能力返事がとても元気だぞ。元気の方がいいだろ。そこまで元気よく返事しなくても。でらららら、今日の給食のデザートはオイラのものでら。ずるいぞ、ここはじゃんけんだろ。いや、早い者勝ちでら。くそ、こうなったら武力行使するしかないな。え、暴力は良くないと思うよ。止めるな、オイ。うわー、デュクシ、デュクシ、デュクシの使い手。能力、謎の効果音の技を使うぞ。痛くないけど、なんか鬱陶しいぞ。デュクシ、デュクシ。ら、何するでら。いい加減やめるでら。もうこうなったらこっちも最終手段を使うしかないでら。ちょっとデラックスまで喧嘩はダメでらら。オイラにデュクシを使ったことを後悔するがいいでら。でら、必殺バリアでら。守りの技なのに必殺。絶対防御バリア効果。見えないシールドが現れるぞ。あらゆる攻撃を防げる気持ちになる。くそ、引き分けか。それ勝ち負けとかあるの。どうしたのヒロ、珍しく元気ないね。いや、今日寝癖の調子が悪くってさ。寝癖の調子？寝癖に調子なんてあるの？あ、俺いつも髪の毛立ってるの寝癖なんだ。そうなの？ミスター寝癖、能力いつも寝癖がすごいぞ。でもいつもと変わらないように見えるんだけど。ほらここちょっとじゃん。雨だ、傘持ってきてないな。僕も。なんだ二人とも傘持ってないのか。じゃあ俺の使っていいぞ。え、いいの？でもヒロはどうするの。うん、俺か。俺には傘なんていらないんだ。え、どういうこと。雨を避ける修行中だからな。どういうこと。レインドッチマン、能力雨を避けることができると思っているぞ。めちゃくちゃ早く動けば濡れない。どうじゃ。そうなの。じゃあトコちゃんも。やめてよ二人とも。はい、この前配った漢字の宿題プリントは明日までですからね。漢字プリント、そんなのあったかな。あったよ。トコタンなくしたの。うん、机の中にはあると思うんだけどな。これじゃないし、これでもないでしょ。これは多分算数のプリントで。プリント入りすぎじゃない。あとパンでしょ。パン。あとおにぎりに、セミの抜け殻に、スキットからお味噌汁が出てくるリコーダーに。トコタンの机の中は4次元なの。4次元デスク効果。とりあえず何でも机にしまっておくぞ。ランドセルの中も同じ感じだ。あ、あった、アルパカのキーホルダー。半年ぶりかな。お久しぶり。あの、漢字のプリントは。